Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons voir vraiment pas mal de choses intéressantes, notamment la suite du lore qui est vraiment très très poussée et très intéressante. On va notamment en apprendre plus sur les Asiens. On va aussi faire le donjon level 75 qui est vraiment pas mal du tout. Et avoir une petite surprise, un peu tirée par les cheveux, mais une heureuse surprise quand même. Je vous laisse donc profiter de cet épisode tranquillement. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous le regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. スリザーバウにも解毒薬を届けてきた。敵も根城の方まで後退したようだから。ルナルのやつ、毒を受けながら時間を稼ごうと食らいついていたらしくてな。ユールマー軍を追って集落を出て行ったって、あっちでも心配されていた。マヤへの森にある里です。いや大丈夫だよ。体はだるいが動けないほどじゃない。それよりもあんたたちが無事でよかった。ユールモア軍がそっちに向かったからオイラ止めなきゃと思って。あれ、姉さんは？一緒にいるんだろう？それ、どういうことだよ？ちゃんと教えてくれよ。そんな嘘だろ。なんて、姉さんがそんなはず。すごい人なんだ。本当に穴くらい落ちたって。そんな、そうだ、調査はこれからか。オイラも連れて行ってくれよ。なんだよ、行こうよ。だってマトウヤの姉さんは、簡単にいなくなるはずか。こんな時にすまない。周辺を見回っていた仲間が不審者を捕まえたのだ。私ではお前たちの仲間かどうか判断がつかないからな。確認のため連れてきてみたのだが。
せるか。いや、ここの狩人たちを少々甘く見すぎていた。案外逃げる隙がない。で、なんだこの状況は。はは、遺跡に入るところまでは見ていたが、中でそんなことにな。仲間が死んだとはご愁傷様だ。だって死んだんだろう。事実をぼかせば蘇るわけでもあるまいし。お前が思うほど命は軽くないんだ、俺たちにとってはな。それに彼女という賢人は、そうやすやすと死を受け入れるような太刀じゃない。大丈夫ですか？お疲れなら少し休んだ。彼女が転落する際のことをもう一度詳しく教えていただけませんか？エンシェントテレボ。ほら、あの詠唱なしの転送魔法だ。俺が以前あれに巻き込まれた時も強い風が吹いた。ああ、なるほど。さっき一瞬だけ地脈が揺らいだと思ったが、気のせいじゃなかったか。揺らいだのは一回だけだったから、多分入っただけで出ちゃいないな。まだ地脈をさまよってるんじゃないか。そうだとしたら難儀です。以前は確かカヌエ様の力をお借りして彼女を地脈から引き上げましたが。ふん、面倒だが私がやってやろうか。お前たちは私の言葉を点で信じないからな。敵ではないと示せるいい機会だ。
ま、ここでいいだろう。探索ご苦労。それじゃ、少し下がってろ。魂の色はどんなだったか。違いない、姉さんだ。大丈夫か？なんとかね。私、あなたは二度目の帰還を果たしたのです。エンシェントテレポによる侵略の放浪から。ああ、そう、そうだったわ。薬を、解毒薬を取るには、我ながら、ひどい無茶をしたものだわ。気づいてくれて、ありがとう。姉さん、姉さん、魔導屋の姉さん、無事でよかった。本当に、本当に。困った子ね。あなたが泣いていたらみんなも不安になってしまうわ。この魔女マトーヤが早々死ぬものですか。まだまだ知りたいことは尽きなくてよ。功労者への感謝はなしかね。お話ししたアシエン・エメト・セルクです。あなたを地脈から引き上げる役目は彼が。そう、あなたが例の。信用するかどうかは別問題として、今回は感謝するわ。助けてくれてありがとう。
それでまさか先に北安奈御影堂に行ったりはしていないでしょうね。この私を置いて遺跡探索なんて許さなくてよ。それだけ元気ならアルメたちも安心するだろうさ。遺跡のことを聞くためにも一度ファノブの里に戻ろう。
これで3体目。夜の民のみんなにも、この…ああ、きっとな。やはり、彼の具合が気になりますか。ええ。今回は大丈夫そうだけれど、あくまで今回は、よ。ほ。ねえ、ウリエンジェ。鳥も。すべらかなる漆黒に、星影はさやか。白に虹に輝きはあまた散りばめられん。原初世界と変わりない美しい夜空です。穏やかで優しい、見とれるほどの天の暗き海でしょう。そう、星もまた命の流れをまとうもの。あなたの目にこそ、お疲れ様。さあ、胸を張って帰りましょう。この部屋の壁画、ロンカより古い時代のものね。すごい、どうしてわかるんですか？使われている顔料に特徴があるのよ。大抵の顔料は鉱物なんかを含んでいるから見分けられるの。キタンナ御影堂は古代の英知を守り伝えるための神殿だとアルメたちが語っていた。それがこの壁画ということかしら。こんなところで道草を食っているなよ。おかげで存外に歩かされた。今度は出迎えのつもりか。バカ言え。私がそんな面倒なことするわけないだろう。なるほど。やはりあと数体倒さないと何とも言えないか。何の話かしら。いやだな、いちいち気にするなよ。約束通り手を貸して、約束通り見ているだけだ。それじゃ私は帰る。お前たちもさっさと帰って次に進むことだな。これはまた懐かしい光景だな。この壁画のこと、昔々は誰もが知っていたさ。世界が原初世界と共造世界に分かたれた時、全ての命も14に分かたれ、それぞれの世界で別の存在として生まれ変わった。そうして本来の世界を知る者はいなくなったが、人は時に夢としてその光景を垣間見たのさ。知らないのに知っている。
人類共通の夢。昔は大層不思議がられて、絵に描かれたり歌にされたり、まあいろいろ扱われたものだ。それも見なくなって久しいと思ったが、こんなところでまたお目にかかるとはな。詳しいわね。ということは書かれている内容についても。世界が分かたれる前、そこには栄えた文明があり、多くの命が生きていた。しかし断りが乱れ、未曾有の災厄が発生。文明は、命は危機に立たされた。その文明の人々は祈りと犠牲によって、星の新たな断りを紡ぐ者、星の意志を生み出した。名はゾディアーク。それによって災厄は鎮められた。待って、ゾディアーク、それって。こうした災厄は過ぎたが、ゾディアークという強大な力をめぐって人の意見は割れた。それを封じるべきとする者によって、枷となる者、はい、ゾディアークとハイデリンは戦った。結果はハイデリンの心象。ハイデリンが放った渾身の一撃で世界は分かたれ、ゾディアークもまた分断されて封印された。以上、忘れられた歴史の話だ。信じるかどうかは勝手にしてくれ。ハイデリンの言い分はどうせ違うだろうしな。仮にその話が真実だとして、それじゃゾディアークとハイデリンというのは。なんだ、それすら気づいてなかったのか。あれはこの星に元よりいた神なんかじゃない。かつての人によって作られた星の意志。お前たちに分かりやすいように、最古にして最強の蛮神だ。とてもじゃないけど、今すぐ受け入れられる内容じゃないわ。それが妄言でないというのなら、知っているあなたは何者なの？やっと、ついにそれを問うか。私たち、特にオリジナルと呼ばれるアッシエンはな、ゾディアークを召喚せし者、つまり分かたれる以前の世界の人だよ。だとすれば、世界の統合にこだわっているのもうなずけるだろう。私は世界を、人を真なる形に戻したいのさ。当然の欲求だろう。